バングラデシュ海軍で運用中の0 5 3 H1 型、フリゲート053型フリゲートは中華人民共和国が開発したフリゲート。1980年代以降の中国人民、海放軍海軍の主力紹介艦艇であり、多数が建造された。また、多くのバリエーションが存在するほか、少数艦が輸出された。中国のフリーゲート艦の開発の歴史は、 ソ連の50型警備艦のノックダウン生産から始まった。建造された艦は6601型のプロジェクト名で故障された。中国はさらに6601型をリバースエンジニアリングしてコピー生産を行った。これによって建造された艦は065型のプロジェクト名で故障された。これら2つの艦型を元にして、 船体の拡大を図り新たに開発されたのが、053K 型と 053H 型の用途の異なる2つの053型である。その後、053H 型については、技術の進歩や任務の拡大に対応して、順次発展型、派生型が開発され、多数のバリエーションが生じることとなった。053型のバリエーションは、非常に多彩であるが、 おおむね四つの系統に分類することができる。第一の系統は、西側が、高等型フリゲートと分類した防空型であり、令和3、K 型がこれに属する。艦隊空ミサイルを搭載して、艦隊の防空を担うものとして構想されたが、肝心の艦隊空ミサイルの開発遅延と、性能不足のために、この構想は後に放棄された。第二の系統は、西側が、 高校型フリゲートと分類した耐水上艦型であり、053型シリーズの最大勢力として、053H 型、053H1 型、053H2 型、053H1G 型がこの系統に属する。沿岸の哨戒戦力として相当数が建造されており、艦隊艦ミサイルによる耐水上打撃を重視して武装されているが、対空、 対戦の戦闘能力には問題がある。第3の系統は西側が航空砲型フリゲートと分類した実験艦であり、053H19 型紙幣の一隻のみがこれに属する。フランス製の手法など西側の新型兵器の運用試験を目的としているが、西側製の関西ヘリコプターや新型ソナーによる優れた対戦戦闘能力から後に 対戦艦としして活躍した第4の系統は、西側が、こう守る型フリゲートと分類した汎用型で、零五三3、H2G 型、零五三3、H3 型がここに属する。最も新しい系統であり、防空能力と耐水上打撃能力を合わせ持ち、また実験型で試験された数々の新型装備も盛り込んでいることから、零五三3型シリーズの中では、 総合的に最も優れた戦闘能力を備えていると言える。現在、中国海軍のフリゲートの建造は、より大型で優れた性能を備えたレイゴ4型シリーズに移行しており、レイゴ3型フリゲートが今後、建造されることはないものと思われる。しかし、レイゴ3型は依然として、多数を占めており、特に、コーマモル型は、バランスの取れた装備を搭載しており、今後も、 しばらくの間、中国海軍の中核的戦力として活動するものと考えられている。これに対応して、比較的旧式に属する対水上強化型の艦の一部は、対艦ミサイルを新型に換装するなどの回収を受けている。原型艦であるソ連の50型警備艦1950年代、ソ連は中国に対し、50型警備艦4隻のノックダウン生産を許可した。 これによって建造されたのが6601型で、西側からは、生徒級という名とコードネームが与えられた。収益期間の後半では、改装が実施され、これまでの魚雷発射艦を P-15 対艦ミサイルの連装発射機に変更した。また、方向兵器として 100mm 単装砲3機と 37mm 連装機関砲4機が装備された。海口。 高難型の一石である。これらの建造の後、中蘇対立が激化して、中国はソ連から新たな感染を入手できなくなった。そのため、701研究所は6601型のリバースエンジニアリングを任されることになり、その成果に基づいて建造されたのが65型である。設計作業は百六十二年十二月より行われ、 建造は1964年8月より開始、1966年に一番艦が収益した。65型では6601型で使用されていた蒸気タービンエンジンをディーゼルエンジンに変更した。また手法配置が変更され、6601型では艦首側に2機、艦尾側に1機が設置されていたのに対して、65型では逆になっている。 これらは1980年代に全艦が退役し、現在は大半が学生が行う軍事体験用の訓練船として使われるか、宣伝、広報用の任務を行っている。これらの艦船は中国人民解放軍海軍が出資し、作られた賃貸にある海軍博物館に係留されている。1960年代、065型の設計を 発展させての次世代フリゲートの開発が決定され、艦対艦ミサイル装備型と艦対空ミサイル装備系を並行して配備することとなったが、この当時、台湾空軍の航空攻撃による艦船の喪失が問題になっていたことから、艦対空ミサイル装備型の開発を優先することとなり、これによって開発されたのが零五三型である。NATO は本型に対して、 高等型フリゲートのコードネームを与えた。レ5 3K 型は、その存在意義である艦対空ミサイル以外に、手砲や、近接防空用機関砲なども新型となっている。また、船体設計も刷新されており、これらは、以後に建造されたレ5 3型シリーズにも引き継がれた。しかし、肝心の HQ-61、 い艦対空ミサイルの性能が貧弱であったことから、053、K 型そのものの建造は2隻で打ち切られ、艦対空ミサイルを搭載したのは1隻のみであった。このように、多くの問題を抱えてはいたが、本型は、中国海軍で唯一の艦対空ミサイル搭載艦として、南沙諸島をめぐる、一触即発の状況下で艦隊の防空を担い、艦対空ミサイルの運用に関して、 貴重な経験を蓄積した。1980年代後半より、HQ-61 に対して、あらゆる面で優越した性能を備えた、フランス製のクロタルコ艦防空ミサイルの輸入、及び国産型 HQ-7 の実用化に、伴い、本型は、その存在意義を失ったことから、1990年代、初めに退役し、海軍の運営する。 チンを海軍博物館に譲渡された。譲渡された中でも531号の高タタンは、練習艦として愛国心教育、交流のために係留されている。高古 V 型上軽の 053K 型と対になって配備されることになっていたのが、大水上艦型の 053A1 型である。上日のように、053K 型の配備構想は、最終的に破棄されたが、 それにもかかわらず、紹介艦艇の深刻な不足を補うため、零五三 A1 型に橋を発する大水上艦型は、紹介量を重ねつつ、建造は継続された。最終的に、1970年代から1990年代にかけて30隻という多数が建造され、中国人民解放軍海軍の主力紹介艦艇として活動しており、 さらに戦隊が拡大された後継の汎用型フリゲートが収益を開始した現在でも、なお数的には多数が収益している。NATO はこれらに、高校型フリゲートというコードネームを与えた。053H 型は、本来、艦対空ミサイル装備の高等型フリゲートと対になって活動する艦対艦ミサイル装備のフリゲートとして構想されており、戦隊設計の大部分を、 高等型から引き継いでいる。しかし、艦隊空ミサイルの開発遅延と性能の低さから、高等型の大量配備は実現せずに終わった。このため、防空を高等型に依存するものとして構想された高校。I 型は、防空能力に重大な問題を抱えることとなったが、昇海戦力の不足を補うために、14隻という多数が建造された。その後、 0 53H 型に紹介量を加えた0 53H1 型9隻を建造した後、抜本的な解説計を加えた0 53H2 型と改良を重ねたが、0 53H2 型は数々の新機軸を導入したために帰って、運用実績はかんばしくなく、これは3隻が建造されるに止まり、完全な新設計による、高守る型フリゲートの開発に移行した。また、 1990年代中盤には、台湾海峡、南沙諸島情勢の緊迫に対応した戦時急増艦として、より前進的な設計に回帰したレイコサミエ 1G 型が開発され、6隻が配備された。1980年代、西側との関係改善とともに、西側製の先進的な武器システムの輸入が行われた。これらの性能を実証するため、 空ア I 型の5番艦であった紙幣はこれらの武器システムを搭載して実験艦任務に就くこととなり、形式番号も 053H19 型に変更された。NATO は同艦に航空砲型のコードネームを与えた。053H19 型の最大の特徴は、関西ヘリコプターの運用設備を持つことである。ここには、フランス製の AS365、 N ドーファンヘリコプターの中国版である Z-9 C 紹介ヘリコプター1機が搭載されており、フランス製の着艦高速装置によってある程度の高点下でも運用できた。また、ソナーシステムとしては、フランス製のツバ -25 ソナー、または、その中国版である SJD-7 ソナーシステムが搭載されている。ズバ -25 は、 フランス海軍のデスティエン・ヌドルブ急通砲艦に搭載されたもので36個のステーブを直径 115cm のシリンダー状に配置しており使用する周波数は8から 10kHz の中周波数それぞれのステーブが形成するビームの幅は10度で周波数変調連続波方式パルス幅は30ないし90ミリ秒である対戦火力としては イタリア製の 324mm 単魚雷3連装発射艦とイタリア製の A244S 単魚雷が搭載されたが、これらはいずれも従来の中国海軍フリゲートに類を見ない高水準のものであった。また、手砲はフランス製クルーゾロ RT100C100mm55 後継コンパクト砲が搭載され、これは高額射撃式装置によって射撃式を受ける。 本艦は、以後のフリゲート、駆逐艦の開発にあたって、重要な資料を提供したほか、運用試験の終了後は、中国海軍で最も優れた対戦フリゲートとして、活躍し、中華半仙台一艦とも称された。零五三 h 2 g 型大水上重視の零五三 h シリーズの大量配備によって、沿岸哨戒戦力の飛躍的な拡充に成功した、中国海軍だが、 これらの艦の性能には、防空力の不足や、航空運用能力の欠如、居住性の低さ、C4 が i システムの不備などいくつかの問題があった。これを是正するため、中国海軍は、053H19 型の研究結果などに基づき、053H シリーズをもとに、して、股艦防空ミサイルや哨戒ヘリコプターを搭載した、汎用型フリゲートの開発を、決定。 0 5 3H2G 型及び0 5 3H3 型、計1 4隻の配備を行った。NATO はこれらに、こう守る型フリゲートというコードネームを与えた。これらのフリゲートは、中国海軍のフリゲートとして、初めて、NATO 諸国の汎用フリゲートに被験し得る、バランスの取れた装備を施している。股間防空ミサイル、対艦ミサイル、哨海ヘリコプターを備え、 これらはいずれも戦術情報処理装置を中核として連結されて、艦全体が統合された戦闘システムを構築しているとされる。ただし、このように充実した兵装を備える一方で、排水量は2000トン台と船体は小型であり、公用性能に問題があるとの指摘もなされている。これらの汎用型フリゲートは、1990年代初頭から2000年代中盤にかけて、 1> 計1 4隻が収益し、現代中国海軍の洋上兵力において、機関戦力となっている。なお、中国海軍のフリーゲート級艦艇の整備は、054型を経て 054A 型に移行しているが、これは中距離艦隊空ミサイルによって、艦隊防空能力を獲得し、排水量も50%増に大型化するなど、どちらかといえば、従来の駆逐艦を代替する艦となっている。 ありがとうございます。